ルで一つ切って残り 1.6 秒。比江島、難しいショットになります。おーっと入った。すごい強烈バンクショットのブザービーターで今のシーンです。石田さん、いやー完全体勢を崩しているんですけどね。はい、執念でしょうね。安岡も飛んでいる中でバンクショットも何を選択する、パスを選択、白浜、ここもパス、安藤、これが島根の強さですね。いきますよ。じゃあここラベナースリーポイントを選択した。決めた。キーカーラベナー場内総立ち。5点が差があります。残り5秒。キーファー、キーファーディープスリー選択、決まった。中塚エサトンとボールが回ってクラーク、クラークが勝負に、いやここは中塚に任せて、中塚来る。第1クォーター3つ目握り拳を作りました。岸本もらう、岸本ステップバック、やはり打つ、そして決める。ここも強いディフェンスでした。ショットブロックないところ、もう1本今度はスリーポイント、まだ取ります。リバウンド取りたいですね、はい、三河ね。森川から森、スリーポイント決めていきました。行きたいところですよ。さあ本セットからコーナーには2人いる。河村自分で行って決めた。決めた。これを決めるか河村。さあ今度ユーフォーの一歩前、アイダブラウンですが、パス、白浜入ってくる、ドライブから大谷口へ、ギリギリで決めました。3ケビン・ジョーンズとベンドラメの2面ゲームスイッチ。ここはまだミスマッチ、あ、スティールを狙った、しかしここはこらえて、スイヤ、キャッチャーのシュート、あー決めてきた。素晴らしい、タップショット決めてきました。いいですね。いや楽しみですね。あのプロリーグ選手はやっぱり高さがありますので、213センチ、わー、その中でスリーを決めてきました。よく決めましたね。ドワイトラモスことです。東京のタイムアウト、ここでしっかり決め切るドワイトラモス。切るようになるとね、選手も非常にいいですからね。そうですよね。まだこのウィングアリーナカリアでは 100% というところも戻ってないわけなんですが、もらった、スリーポイント、さらにエンドワン。西田もここは入場。